どうもこんにちは。今回はですね、フレックステールギアというところの充電式マックスポンプ2プロ、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介したいなと思います。こちらがですね製品の中身なんですが、まず収納袋が付属してまして、それとですね USB ケーブル、こちらはタイプ C のものになってます。そして本体ですね、本体にはですね面白い機能もありますので、こちらは後でご紹介します。それとアタッチメント、これはですねいろいろなものに空気を入れたり抜いたりするためのものなんですが、まあ、分かりやすいところで言うとですね、これの一番左側が浮き輪用、浮き輪などに空気を入れるものになってます。本体を見ていくとですね、まず空気を入れる方、吐き出す方ですね、それと空気を吸い込む方、これがあることによって空気を入れるだけではなくて空気を抜くこともできるようになってます。そしてボタンはですね2つだけになっているので、とてもシンプルです。でこれがですねこのエアポンプの一番の特徴なんですが、実はねこれ LED ランタンにもなります。反対側にはですねこんな感じで吊り下げるためのフックもついてます。まあ、贅沢を言うとですねもうちょっと頑丈なフックがあればよかったなと思うんですが、まあ、これがあるだけでねぶら下げることができるので、かなり役立つと思います。で大きさとしてはですねこのエアポンプかなり小型化されてます。長さがだいたい8センチぐらいで、横幅がだいたい5センチぐらいでした。でかなりコンパクトなので、荷物をね小型化したいという方にはぴったりのエアポンプなんじゃないかなと思います。こちらがですね USB の差し込み口になるんですが、タイプ C が1つと普通の USB 端子が1つついてます。でこの USB 端子がついてるっていうことはね、もしかしてと思ってスマホをつないでみました。付属の USB ケーブルでですねスマホをつないでみたんですが、このようにバッチリと充電することができました。ということでこのエアポンプ、なんとバッテリー機能も持ってます。で LED ランタンとしての機能なんですが、最大の明るさ、この時に500ルーメンで連続12時間、一番低い明るさの50ルーメンで最大76時間の連続点灯が可能となってます。最大の明るさで使っても最大12時間なので、まあ、一晩中持つと思っていただいてもいいんじゃないかなと思います。で本体のボタンはですね、上がポンプモードの操作、下のボタンが LED ランタンとしての操作というふうになってます。まあ、これちょっとね欠点があるとすれば、プラスチック製なのでアタッチメントの付け外しがですね少し硬いなという感じはしました。で実際にこちらがですね空気を入れているところなんですけども、やっぱりですね口で空気を入れたりするより断然早いです。で今までこういったエアポンプのね大型のものは持ってたんですが、小型のものっていうのは持ってなかったので、今回初めて使ったんですが、すごくね使いやすいなと思いました。まあ、空気を入れるスピードに関してもですね、こういった携帯型のエアポンプとしてはかなり優秀な方じゃないかなと思います。でこちらはですね季節柄ダイソーで浮き輪を購入してきました。これがですね100センチの大きさの浮き輪なんですが、だいたいですねこの100センチの浮き輪が1分ぐらいで全て膨らみました。まあ、どうしてもですねエアポンプなのでモーター音はしてしまうんですが、まあ、音の大きさに関してもね許容範囲なんじゃないかなと思います。で今度はね空気を入れる方ではなくて空気を抜く方、空気を抜く方をやってみましたが、これもねやっぱり楽です。まあ、エアマットを畳もうと思った時にですね空気を抜いて畳んだつもりなんだけど、中にねまだ空気が入ってて、折り畳んだら結構かさわってしまったというのはねエアマットあるあるだと思います。これを使えばですねしっかり空気も抜けるのでコンパクトに畳めると思います。
LED ランタンの明るさなんですが、実際にこのランタンで一晩過ごしてみて必要十分な明るさだなと思いました。テストに使ったテントはですね、4メートル×4メートルのテントだったんですが、この中でですね、人狼ゲームだったりトランプだったり、そういったカードゲームをですね、一番低い明るさでやりました。まあ、ちょっと暗さは感じるんですが、それでもね、カードの絵柄なんかは十分見れたので、一番低い明るさでも十分だと思います。特にね、ソロ用のテントとかであればもっと狭い範囲を照らすので、もしかするとね、ソロテントで使うと一番低い明るさでも明るすぎるぐらいかもしれません。ということで、ランタンとしての機能は十分申し分ないと思います。例えば僕なんかはですね、以前自転車キャンプっていうのをやりましたけども、寝るとき用としてですね、 LED ランタンとエアマットを持って行ってました。で、空気を入れるのがね、めんどくさかったので、足踏み式のエアマットを持って行ってたんですが、これが結構ですね、荷物としてかさばるんですよ。足踏み式の部分があるので、普通のエアマットと比べてですね、やっぱりコンパクト性に欠けるんですが、もしですね、その時にこの MAX ポンプ2 Pro を持ってたとしたら、迷うことなくですね、普通のもっとコンパクトになるエアマットを持って行ってました。まあ、おさらいするとですね、空気を入れることができる。そして空気を抜くことができる。そして LED ランタンとして使える。スマホを充電したりとか、バッテリーとして使える。この4つの機能が備わって、重さが 160g で、バッテリー容量は 3600mAh。そして50ルーメンから500ルーメンの明るさ。という機能をですね、1つにまとめているので、キャンプ道具をまとめているボックスの中に、これを1つ入れておくと、いざという時に役立つと思います。ということで今回は、フレックステイルの充電式 MAX ポンプ2 Pro。こちらをご紹介してみました。公式サイトを見てみるとですね、他にも気になる製品がいろいろ売られてました。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは